2016年、そしてこの2017年、今年なんですけれども、まあ、ベーシックインカム元年なわけです。で、もう江野さんがそのスイスで国民投票に、アプローチができてから、そのもう翌年、ドイツ、そしてフィンランド、アメリカ、サンフランシスコ、さまざまなところでベーシックインカムの実験が始まるわけですね。台湾もそうですね。そういうさまざまなところでそういう勉強会ができ、そしてそのためのそれぞれの国に合わせたベーシックインカムの議論が地球全体で次々と同時多発的にできていく。環境問題、貧困問題、さまざまな社会問題、その根源にはお金の問題があるわけです。我々はお金のために森を破壊し、海を破壊し、そして格差を作り、奪い合い、エネルギーも食べ物も奪い合って、そして人権も無視されていくっていうのも根源のところにお金というものが僕たちの中にこうあるわけです。でもそのお金って何だろうっていうことを問いかけるのがベーシックインカムなんですね。つまり我々が生きていくための最低限のお金というものが我々に保障されてたとしたら、じゃあ僕たちはどんな社会を作るんだろうかっていう、想像力が。今は風俗関係のお仕事です。やり始めたのは18歳からです。夢だった学校にも行きたくて、学費もこともあってやり始めました。基本的に銀行がお金を貸すときにお金を作り出すというのが今のお金なんです。だから誰かが借りてくれなければお金自体がないし、で、お金が借りたってことはいずれ利子をつけて返せなきゃいけないから、だから常に借りた以上のお金を返さなきゃいけないっていう仕組みなんですね。これが経済成長の大元になるんです。基本的には働かなくても生きていくことはできるわけですから。でも何かしら人間ってしないと落ち着かないですよね。必ず何かしようという気にはなると思うんですね。でそれはまあそれぞれの人でいいと思うんですね。もう芸術的なものをやったり、絵描いたり、音楽作ったり、あるいは社会貢献をしたり。でまあこの方だったら、午前中は家事して、午後は仕事して、火曜日水曜日も同じような感じで、木曜日は作品制作をして、まあそんなようなことを、書いてくれてます。で私も江野さんにお前もなんか言えって言われて、まあなんか今やってる仕事辞めるだろうと。で昔詩を書きたいと思ってたことがあるので、まあ詩を書いたり、その書いた詩を友達に見せて、でいや来週こそはもっと一生書くぞと思ったり、でまあもう少し子供と関わる時間を増やしたり。一つね、日本の医療費を除く社会保障費っていうのは75兆円がある。それを人口で割ると。1人5万円。それに135兆円の税金のうち、配偶者控除とか、扶養控除とか、控除類を除くと、ね、結構それにプラス35兆円ぐらいかかるんだ。そうするとそれを人口比で子供も老人も全部入れて割ると1人8万円今の社会保障費でも、ね、それを回すだけで日本でも可能だから、これは絶対可能だと思う、できると思ってます。 I experienced that the idea of an unconditional basic income what is much more than just money. It is about rethinking societyrethinking dignity, rethinking the value of work in our times.